ローリー・ギャレットローリー・ギャレットはアメリカの科学ジャーナリスト、作家。1996年のピューリッツァー賞解説報道部門受賞者。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。カリフォルニア大学サンタクルーズ校で生物学を専攻し、優秀な成績で卒業した。カリフォルニア大学バークレー校大学院で最近学免疫学を学び、スタンフォード大学。 レナード・ハーツエンバーグ博士の研究室でリサーチを行った。博士号研究の間、ギャレットは KPF で科学ニュースのレポートを始めた。趣味で始めたレポートだったが、すぐに大学院の研究よりも面白いと感じるようになり、ジャーナリズムの探求のために休学した。その後、博士号は取得せずに終わっている。彼女は KPF でマネジメント、ニュース、 ラジオドキュメンタリー制作の分野で働いた。アディ・ゲビンズと共同制作したドキュメンタリーシリーズは1977年、ジョージ・フォスター・ピー・ボディ賞の放送部門を受賞し、彼女はその他の KPF の制作活動で、ザ・アームストロング・コーポレーション・フォー・パブリック・ブロードキャスティング・アワーズを受賞している。ギャレットは現在、外交問題評議会における、 グローバルヘルスプログラムのシニアフェローを務めている。彼女はこれまで、サーズ新型インフルエンザ、結核、マラリア、HIV、エイズと国家安全保障など幅広い様々な問題について仕事をしてきた。ありがとうございます。